で黒焦げ。営業再開までの期間を短縮する。営業再開までの期間。何か残ってないか。泣くじゃない。ごめんなさい。だけど涙が止まらないの。いや、君か。あれから変わりはないかい？まあ、なんとかやってこれています。そうか、よかった。ひどい有様だろう。最初の地震からずっと燃えていたんだそうだ。同時にいろんな場所で火事が起きたから消防車が足りなかったり、崩れた建物で道路が塞がれてすぐに来れなかったらしい。こんな状況だけど、ここには人がいるんだ。何か少しでも役に立てればと思って来ているんだよ。そうそう、カナエも元気だよ。今は睡蓮公園でボランティアをしてるはずだ。そういえば、カナエが僕を襲った男と似たやつに話しかけられたらしい。まだ僕を探しているみたいだ。何をするかわからないやつだから、君も気をつけた方がいいよ。そろそろ僕は行くよ。それじゃ、君も元気でね。何か残ってないのか？何もする気にならない。燃えちゃった。スナック大丈夫かしら？こんなところまで黒焦げ。どうせ全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。Mm-hmm.
塗り替えでは済まなさそうですね。どうせ全部取り壊すことになってるから一気にやってしまおう。何か残ってないのか？思った以上にひどいな。スーツはどこに行ったんだ？申し訳ありません。亡くなった子供たちに、残った子たちがお別れをするところなんです。今はご遠慮ください。私も一緒に子供たちの冥福を祈りたいんです。お気持ちはありがたいのですが、今はこの子たちと亡くなった子供のことを祈りたいんです。アイ姉ちゃん、マモル兄ちゃんが帰ってきたよ。始めるってさ。すぐ行くわ。マモル兄ちゃん、結局お花見つけられなかったんだって。だから真っ黒焦げのお花しかお供えできないんだってさ。この人は？通りすがりのものだけど、花を持ってきてあげるわ。え、本当？この辺りはすべて焼けてしまって、燃えていない花は、私たちも相当探しましたが、どこにも。外から入ってくるものも食料が中心ですから。え、花を持ってきてくれるって嘘なの？嘘です。ごめんなさい、私には無理です。なんだ、がっかりだよ。お姉ちゃん行こう。思っていた以上にひどいな。どうせ全部取り壊すことになってるから一気にやってしまおう。どこに行ったんだ？内定通知書、どこに行っちゃったの？あそこ。泣くんじゃない。ごめんなさい。だけど涙が止まらないの。
さこ。泣くんじゃない。これ残ってないか。大丈夫かしら。全部燃えちゃった。再開までの期間を短縮するのなんか大丈夫か。何か残ってないのか。何もする気にならない。残ってないか。美佐子、泣くっちゃない。だけど涙が止まらないの。全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。塗り替えでは済まなさそうですね。何か残ってないのか。もう何もする気にならない。どうせ全部取り壊すことになってるから、一気にやってしまおう。何か残ってないか。美佐子、泣くんじゃない。ごめんなさい。涙が止まらないの。
何もする気にならない。あんた、ああ、前に会った姉ちゃんか。そうだ、ちょうどいい。あれからこの男を見かけなかったか。この男の人が一体何をしたんですか？こいつは許されないことをした。必ず捕まえなければならん。この男の人が一体何をしたんですか？こいつは許されないことをした。必ず捕まえなければならん。いえ、見ていません。そうか。再開までの期間を。取り壊すことになってるから一気にやってしまおう。ちょっと以上にひどいな。まさか花を？どうにか手に入れられました。ありがとうございます。とにかく中にどうぞ。お姉ちゃん、花持ってきてくれたんだね。
おかげでいい供養ができました。本当にお花を持ってきていただけるとは思いませんでした。これでアキラたちも天国で喜んでるよね。ええ。なんだ、まだいたのか。思っていたより残ってるな。どうせなら完全に焼け落ちてくれれば、さら地にする手間が省けたのにな。さあ、出て行ってもらおうか。兄さん。家賃を滞納してるから、追い出されても文句は言えない。ちょっと待って。私がこの人たちの滞納している家賃を払うわ。ほう、勇ましいね。しかし残念だが、支払っても出て行ってもらうよ。この商店街全体を取り壊して、大きな商業施設を建てるんだよ。まあ、せっかくなんで、滞納分は滞納分でもらっておくかな。ん？なんだ、金が足りないじゃないか。仕方ない。あるだけもらっておく。おい、さっさと出て行けよ。とにかく荷物をまとめて、子供たちも外に出すんだ。兄さん。わかったわ。荷物だって？何か残っているのか？うん。